テレビ東京の福田のリコアナ26が20日放送のテレ東警もやもや様からずに日曜午後6時30分でレクター博士状態から解放されたことを報告した。同番組のアシスタントを務める福田アナは駅前で雨の日にすっ転びまして顎から着地し大流血。救急搬送されボルトで固定される手術を受けた。 13日放送の同番組では、幹部の抜死を終えたことを報告していた。この日放送の収録は、歯茎に入れていたボルト8本を抜いた2日後だったそう。映画、羊たちの沈黙で口に拘束具をはめられた、レクター博士状態から解放されたと報告し、ちょっと開くようになりました。物が噛めると嬉しいです。離乳食状態でしたと、福田アナは笑顔。 しかしながら口を大きく開くことはまだできなかったようで、球体のチョコレートをホットコーヒーで溶かしながら食べるお店では、かじることができず、ペロペロ舐めるのが精一杯だった。一方で、流動食生活が1ヶ月続いたため5キロの、怪我の巧妙ダイエットにも成功。ちょっと身軽になったと特技の Y 字バランスを披露し、復活をアピールした。